なんかあるらしいよ。いや本当に大したことないですけど、ね、あのある番組でドバイにロケに行きまして、はいはい、今 SNS でなんかめっちゃある番組がめっちゃ出てきますよね。おーおーおー。ジョンソンの、はいはいはい、なんか世界でバズろうみたいな、だからか、はい、各国でバズってる人とコラボして、まあなんかトータルで1000万再生目指しましょうみたいな。おで僕はリリーさん、ミドルズのリリーさんとドバイに24時間ロケ、滞在時間20時間か、ロケ時間はまあ10時間ぐらいですけど、してきて、ちょっと1個だけお土産買ってきたんで。あら、あ、そんな中買ってきてくれたんですか。確かも日本で売ってるんですよ。え、でもすごい、空港でしか買えなくて。そんな忙しい中、嬉しい、ありがとうございます。日本で売ってるんですけど、はい、あのハンターズっていうやつの、ドンキとかでも売ってるやつ。そう、トリュフ味、味の、うん、ポテチ、うん、これめっちゃ僕好きで、はい、美味しい。で、あのドバイなんですよ、もともとが。あ、そうなんだ。それ知らなくて。本場のやつだ、じゃあ。まあ、あまり変わんないと思いますけど、まあ、オレグラッセのお供に。あー、わー、嬉しい、嬉しい。ちょうどいい。いいのと、え、ボールペン。え、嬉しい。え、なにこれ。かわいい。はるかさん、ありがとうございます。ラクダがドバイの、あ、いい、こういうセットだ。じゃあかわいい、そう、この人が連れてるってことだ。そうですね、このおじさんはかわいい、残り1個です。さ、ラスト1個、ラクダいっぱいいましたけど。こっちなんだ、かわいい、嬉しい、嬉しい、しわ、ありがとうございます。なんか食べながら書きたい。こんな感じか、切るかな。いや、かけた。あ、ちょっと待って、ちゃんとした紙、ちょっとちゃんとした紙もらってこよう。いや、すごそう、なんか街とか。すごかった。ね、お金持ちの、ね、何でも金、あ、何でも金、チャージ全部高かったですね。え、これ書いていい、書いていいか分かんないけど、安室奈美恵さんの昔のサイン。なんで書ける。練習したから、いつ、学生の頃。すごいじゃん。何のために。あの、欲しすぎて。で、でも途中で変わったのよ。へ、割とシンプルに。そう、そうなんだ。だからこれの方が難しいっていうか、持ちやすい、すごい持ちやすそうだな。持ちやすい。どこ行ったことあります？ないです。え、行ってみたい。ドバイ行ったことドバイ行ったことあります。ブルジュハリファ、ブルジュハリファは行ってないです。あ、外から見ましたけど。あ、もうそのブルジュハリファで撮影したいって思ったら、600万かかるんですよ。え、中の入るだけで、はい、上まで登って撮るって。すごいな。もうどこもかしこもなんか100万、かけなくなっちゃう。もう、え、ブルジュハリファ書いてたら。やっぱ書くのにも600万かかりますよね。いや、それなんか芯変えられるのかな。これどうなんだろう。え、なんで。インク短い。いや、なんかそんな気配もしたんですよ。思い出を買ってみましたね。イケメン。あ、この人。人がいてる。似てるしかも。今でもいいこと言った。思い出を買ってますからねって。
お土産とはそういうことですよね。食べたことあります？あります。あ、食べてないわ。お、じゃあ初めての、まあ、初めて、うん、うん、うめえな。これめっちゃうまくないですか？うめっ。うん、結構トリュフだね。うん、うん、もうちょっとなんかしょっぱいイメージあったけど、そんなことないかも。はい、ないんだ。よく見るけど、このカリカリ感ね。うん、固めのポテトのね、うまトリュフ。うん、あの辺は行ったことあります。あ、エブリプトあるんだ。エブリプトないです。あ、敵がやってくる。うん、うん、行ってみたいけどな、うん、ドバイも、ドバイもエジプト、やっぱピラミッド、うん、見てみたい。見てみたいですね。うん、確かに、うん、今まで見た中で一番でっかいやつかもしれない。おー、なるほどね。俺も完全にブルージュハリファだわ、そうなったら。うん、世界一高いビル、そのドバイにある。うん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 、台湾とかにもあります、そういうの。あ、ある。あ、台湾かな、それかな。そこから花火出したりね。カウントダウンも。うん、そう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 。え、タワー、東京タワーとスカイツリーだったらどっち派ですか？東京タワー。ああ、うん、馴染みがあるな、東京タワーですね。うん、たこともあるし、うん、なんかそのあの色とかね。スタジオがあったからよく行ってた。うん、あの下のとこ、はいはいはい、テレ東が売っちゃったんですよね。ああ、フリースタジオだった。ああ、でも確かにたまに。そうそう、ありますよね。うんうん、何撮ってたんですか？本番デースもそこだったし、結構ね、結構深夜大の字さんとやってた、うん、番宣番組とかも。番宣番組なんかこう大道具さんみたいな格好してやってた。いろいろ撮ってるよね。撮ってるよね、うん、よく行ってた気がする。その藤井さんとの通販番組とかも撮ってましたし。まあね、20年やってたらね、ありがたいことに、うん、東京タワーとスカイツリーだったら、うん、え、どっちですか？いや、東京タワーです。でも東京の人って東京タワーって言いますよ、みんな。なんかやっぱね、はるかも言ったけど馴染みっていうか、赤いっていうのだけでなんかあったかみみたいな、感じちゃってるとこがあるのかも。うん、あれもね、何年かに一回塗り直してるんだよね。へぇ、だからなんか綺麗なんですよね。へぇ、なんかで見たんですか？なんかこの間ハトバスツアーに行って、えぇ、ガイドさんが言ってました。へぇ、あ、番組で、あ、番組でね、取材するっていうので。ああ、改めて東京を知ろうとしてるのかと思った。で、あ、でも乗りたいね、普通に。ああ、え、あのロンドンバスっぽいやつ。そうそう、あ、なんか2階が開いてて、屋根なしになってて。はい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 。韓国も行きましたね、2人でね、ロケ。ああ、行きました、プサン。はい、ね、ストリートあった。めちゃくちゃ高いタワーありましたよ。その登る前に、うん、そこのなんか合成写真っていうか、そのまあ思い出の写真みたいな、うん、撮るのにグリーンバックでこう撮って、うん、で上上がる頃に出来上がってて、そのタワーから、タワーと一緒にこう合成で撮られてるみたいな、うん、仕上がってたんですけど、登ってみたらはるかがちょうど緑のベスト着ててはるかの体が透けてた顔だけ突然現れてた、ね、空に浮かんでるみたいな普通になんかマンションとかも入ってんですよ。え、商業施設、マンション、川の中ですか？そう、これだ、プサン、プサン X The Sky。
ヘウンデっていう、まあ、海沿いにある展望台で、うんうん、すごい、すごいねこれ、すごいっすよね。あ、もう、もう、ま、マンションっていうか、でもちょうど行った時大雨で、でも登ってみようっつってバーって登ってみたらちょうど雲の中だね、うん、だからもう全然外ない、全然ガスっちゃって、でも見た感じ橋があってレインボーブリッジみたいな、でもなんかお台場みたいな感じだったよね。ああ、そうだね、高所は大丈夫なんですか？いや、ダメです。そこの X The Sky もそのよくあるじゃないですか、透明にして下見えるみたいな、あって、もうそこ無理でしたもんね。いや、そうだ、俺、いや、この間そのユニバーサルスタジオジャパン行ったんですよ。プラベで、プラベで、おー、でそのあの恐竜になるやつ、飛ぶやつ、ジェットコースターの、そう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 さすが、そのまんまじゃん。それ乗ったんですか？乗ったんすよ。私もう高所ダメだから本当に無理ってなったけど、二人で行ってたからじゃもう行くしかないみたいな感じで行ったんだけど、やばくて、もう一回飲んで無理、もうずっと目つぶってた。じゃあ、潜ったところ何があるとかは、もう潜ったかどうかも知らないです。もうずっとちょっと走り出した時に、あ、もうこれダメだってなって目をつぶって、早く終われ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 って。で、映像を見るのは大丈夫ですか、そういうの？え、ダメです、もう足がすくんじゃう。あ、今見せていいですか、ちょっと1個。え、ちょっと僕がドバイでやったやつ。え、うわ、やったんですか、小松さんも。え、怖い怖い。うわ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 。160m の高さからジップライン。うわ、絶対無理、絶対無理、絶対無理。めちゃくちゃ笑ってるじゃん。そう、めっちゃ楽しかったです。俺、高所恐怖症なんですけど。え？で、飛ぶ瞬間までも死ぬと思って、要はもうビルから飛び降りると一緒だから。で、飛び降りる瞬間だけはあの目つぶってたんですけど、目パッて開けてみたら、だから空飛んでるみたい、本当に。めちゃくちゃ気持ちよかって、気持ちよかってきて興奮しちゃってもう動画見てたら超気持ちいいとか言ってます。やば、北島康介以来じゃない？すごい、高所恐怖症の人がそうなるってすごいですね。リリーさんも超高所恐怖症なんです。途中から気持ちよかったって。じゃあ私もフライングダイナソー目開けたらいけたのかな。でも遊園地のこれってこれじゃないですか、うん、これがこうなるからね、落ちるやつ、ジップラインのこうじゃなくて、もうこうなったりこうなったフライングダイナソーだから、やっぱ激しい獲物をね、やっぱこう見つけに捕まったっていう設定なんですかね。あ、そうなんだ。あ、じゃあ人間は人間ってこと？人間は人間。あ、そうなんだ。あ、じゃあ怖がってよかったんだ。私は一番設定に基づいてたんだ。そうです。なんかみんなうやーみたいな、楽しいみたいな感じだけど、そんな場合じゃないよってことですよね。だって捕まってブルーンって連れてかれてるってことでしょ。そうです。早く終われ早く終われ早く終われ、親の元に返して私をどこに連れてく気。私がじゃあ一番合ってたんだ。リアクション的には。飛行機は？飛行機となるともう非現実的すぎ。あ、高すぎ。高すぎ？なんかこう地図の上みたいな。あ、地上と何百メートルとか何十メートルの方が怖い。飛行機はそのどっかに行くワクワク感があるじゃないですか。恐怖心よりもワクワク感が上回るんですよ。移動だもんね。そうそうそう、移動だから。自ら乗ってるから。フライングダイナソーは連れてかれちゃってるから。同じとこに戻ってくるだけだもんね。そう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 、不安。高所はその春菜ほど怖がりではないですけど、でもあのバンジーとかは無理ですね。うん、やらされてるし
だからあれですね、あのプール10メートルの台から飛び込む、うん、そうそうそう、あ、Qさんもやってたね。Qさんで私リタイアしましたね。あ、やっぱ 2,3 時間ほんと飛べなくて、でプールの閉館時間になっちゃって、もう無理ですってなっちゃって、でも行くんですよ、気持ちは行かなきゃって思うけど、でこうなっててタタタタって行くんだけども、ここでグーってやって下でアンタッチャブルさん待たせてるし、もうでもね、もう怖いのでもはるか行ったもんね、すごい、うん、そうですね、10メーターだったらなんか思い切って行きましたね。ジップラインもはいはい、ネクストネクストって言って無理やり連れて行かれるから、あ、リタイアできたらリタイアしてましたねって言ってました。ああ、それぐらいやっぱ、でもやってみたら楽しかったんですもんね。だからやってみないと。そうなんだよな。いや、嬉しい。嬉しい。お土産。あ、ありがとうございます。